どうも、島田秀平です。始まりました、島田秀平のお階段巡り。皆さん、今回も見ていただきましてありがとうございます。それでは皆さん、お階段の世界、ゆっくりとお巡りください。これ聞こえましたかね。これってここにいる誰かの声じゃないですか？ないんですよ。いや、今回皆さんね、見ていただいた方、非常にラッキーなんじゃないかと思います。もうやっと来てくれました、お笑い芸人さんなんですけどもね、本当にたくさん怖い話をお持ちというすごい方です。サンミュージック所属のハニートラップ、梅木和人さんです。お願いいたします。こんばんは。おはようございます。あ、おはようございますというのも変ですけども、すみません。普段はこの格好でね、心霊スポットを巡ったりとか、階段を収集しております、ハニートラップの梅木と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、皆さん決してふざけてるわけではないですからね。いや、本当にですよ。はい、はい、さっきね、どこにピンマイクをつけるかで結構揉めたっていう僕もでも初めてですよ、そのスタッフの方に、次からピンマイクつける場所考えて作った方がいいですよそうですよ。そんなダメ出しあると思いながらでもちろん梅木さん、YouTube チャンネルをお持ちでして、はい、そうですね、はい、水曜日の怪談というチャンネルでですね、まあ、今のところ本当にもう何百箇所かも行ってるんですかね、はい、心霊スポットによく行くという動画を撮っております。いや、はい、本当にこのチャンネルね、ご覧の皆さんも大好きな、はい、チャンネル間違いありませんからね、はい、概要欄貼っておきます。チェックの方よろしくお願いいたします。お願いします。で、梅木さん、だからもう怖い話、はい、何本くらいお持ちって、どうですかね、まあ、ちょっともう数えられないぐらいはあるかと思いますね。その改めて数えてないというか、だって聞いたらもうお母様も怪談話たくさんお持ちなんですもんね。いや、そうなんです。僕もともとお母さんがそういうの持ってるって知らなかったんですけど、本当に最近ラジオ配信アプリみたいなんで怪談を始めたら、おかんからこう LINE が来て、話させてくれと。その怪談を提供するんじゃなくて、私が話したいっていうことで。じゃあもう梅木さん、今回お帰りいただいて、お母様に出ていただくって知らないですから、これでそのこの人のお母さんですよって出て、だその時にはお母様にもその被り物していただきますいやいやいや、名物親子じゃないですか、近所の親子揃って墓石かぶって全部面白ツッコミで返してくれるんですね。いや、必死です。いや、こんなんじゃなかったんですよ。僕、予習するためにYouTube ね、はい、何回か見ましたけど、こんないじってなかったですよいじってない。さあ、梅木さん、じゃあよろしくお願いいたします。はい、はい、今日はですね、まあ、いろいろ画像とかもね、ちょっと持ってるのをちょっと見せて、こう見させていただいてですね、またそれもちょっとね、僕自身やっぱり霊感がそこまであるタイプではないんで、そうなんですね、こう皆さんにこう判断してもらえたらというか、本当好奇心でね、霊を追いかけてたっていうのがあるんで。確かにここの皆さん、結構お詳しい方も多くて、はい、コメント欄なんかに、はい、ちょっとわからないんですよねっていうふうにこう出しても、はい、あ、これきっとこうじゃないですか、はい、こうじゃないですかって、こう見解をね、なるほどですね、示してくれるので面白いですよ。それが本当にね、僕は助かるんですけどもね、はい、その中で言うとね、僕が経験した中で一番こう意味が分からなかった出来事っていうのがあって、はい、それは僕先ほども言いましたけど、その水曜日の怪談っていう動画チャンネルをやってるんですけども、そこのまあスタッフさんと、まあ、いろんな心霊スポットに行くんですよ。で、そこの一つに竹集落という、まあ、心霊スポットとかね、詳しい方ならね、もうご存知だと思うんですけども、いわゆるサイレンというホラーゲームの元になった、まあ、事件が実際にあったわけではないんですけども、その町の雰囲気というか、村の廃村の雰囲気を利用したという、まあ、元になったその竹集落というところがありまして、でその竹集落っていうところは、人がこういろんなね、YouTuber の方とかが行くことによって、どんどんなんか心霊スポット化してるというか、出来事がいろいろ起こるようになって、いわくは分からないけど不思議なことがあるぞということで、僕もお邪魔したんですよ。でその時、僕と、まあ、相方のヤギっていう女の子と、まあ、オレオさんっていうカメラマンの方がいるんで、その3人でその現場に行ったんですね、はい、で現場に車で着いて、そこからバッて歩いていくんですけど、途中で大学生も2人いて、今からこの心霊スポットの前まで来たけども怖いんで、ちょっと一緒に行ってもらえませんかみたいなことになって、こう5人でこのいわゆる山のとこ入っていくわけですよね、はい、でまあ、その山っていうのも、まあ
聞いてはいるんですけども、まだまだ最初の頃って廃村の様子が見えないんですよ。本当にこう田んぼのなんかね端っこの道をこうあぜ道登っていったら、ただただこう林が広がっていて、その中の道をぐっと行くんですけど、でまあやっぱりライトもないず真っ暗の中を行くんですよ。で自分たちの持ってる懐中電灯だけでこう不気味だななんて言いながらこう進んでいくんですけど、ある程度まで進むと、あこれや、何この古い家屋みたいな、あボロボロやでこれ、いやでも当時のなんか新聞とかも残ってるし、なんか生活感あるななんて言いながらその周りを撮影してたら、まあカメラマンの方が僕を撮ってて、僕が喋ってて、で大学生の方はちょっと、2,3 メートル離れたところでその様子を見てる。で相方の女の子もそこで見てた、ヤギちゃんが、はい、だからね、ヤギちゃんが言うんですよ、あすいませんって誰か携帯鳴ってますよって言うんですよ。えー、って言って、いやいや俺はあの鳴ってない、撮影中が止めてるよ。でカメラマンの人も、いや僕使ってんのこの撮影携帯で撮ってるんで、 iPhone で撮ってるんでって言って、で大学生の2人も、いや僕じゃないですって、いや鳴ってる鳴ってるって、いや聞こえへんよ全然、鳴ってないでしょそんな、あ止まった、って言って、いや気のせいちゃう、鳴ってなかったっすよね。で確認してまたしばらくして、その中森の中バーッと歩いてたら、またブーブーって聞こえるって言うんですよ。って言って、で聞こえる聞こえる、ほらみんな聞こえへんのって言ったら、僕らにも聞こえるようになったんですよその音が。あ聞こえるね、携帯のバイブーやブーブー鳴ってるよこれ何って言って、で誰か鳴ってないです、いや僕も鳴ってないですねって大学生の方も言うし、まあヤギちゃんも私も違うって、いや僕も違うんですよ、いや俺も違うよって、でもずっと鳴ってるんですよ、うん、いやそもそもこの携帯のバイブ音じゃあ誰かがいるってことみたいな、でもこのバイブ音なんてそんな長距離聞こえるわけがないですから、うん、見える範囲に人がいないとおかしいんですよね。でライトでバーって照らすんですけど、もちろんいないし、そんなね夜の真っ暗なところに、むしろ向こうがライト持ってるでしょうから人ならば、うん、こんなわからんことある、いやでも鳴ってるよな、いやでもこれなんか気になったままこのまま帰るわけにもいかんから、この音を追ってみようって言って、ただただその音を追って、みんなでこっちじゃないですか、あこっち来たら強く聞こえました、でずっと歩いていくんですよ、はい、でそもそもなんですけど、その時僕らはねちょっとあんまりちょっとパニック気味だったんで分からなかったんですけど、携帯が鳴ってたとしてもそんな5分も10分も鳴りっぱなしっておかしいんですよ、うん、でも僕らはそれのことあんま考えずに、あ鳴ってる鳴ってるって、ただただその音をバーって追って、初めて入った森の中をバーって歩き回ってたんですよ。だからだんだん音が強くなって、あこっちこっちあの辺から聞こえるぞって言ってバーってみんなで行ったら、目の前に急に神社が出てきたんですよ。と思って、いやここって神社あったんや俺ら知らんかったけど、でも音が聞こえるってある、あいやでも中から聞こえますよって、僕ら5人ですってそのいわゆる鳥居みたいなのをくぐっていったんですよ。そしたら音が消えたんですよ、うん、何これ、あれその呼び出し音消えたの、いや消えましたよね今ね、こん中にあるってこと、でも人なんか絶対いないよ真っ暗やし、でいわゆる社務所みたいなんがあったんで、誰かが中に忘れたんかなみたいに、でまあ覗くけど何も、そもそももうバイブ音止まってますから、鳴ったとしても光ったりもしてないわけですから、うん、いやこれはちょっと無理やなって言って、いやでもこんなとこ神社あるんやって言いながら、まあこれ以上取りようもないし、じゃあまあまあ一旦今日は戻りましょうかって離れていったんですよね。でまた離れてね5分ぐらい歩いてたら、うーうーぶーと聞こえるぞ、また聞こえてるよね、聞こえてます、聞こえてますって、どっちどっちどっちって追いかけてバーって戻っていったら、また神社の中なんですよ。いややっぱりここですよ、まだ聞こえるよ、いや入って見てみようって、その社務所のとこバーって見ても何も光ったもんかな、いやでも聞こえる聞こえるって言ってたら、みんな聞こえ方が違うってことに気づいたんですよね。どういうことですか。僕は社務所の中から聞こえてると思ってたんですよ。いやそもそも、そしたら隣の大学生が、いやそもそも社務所から聞こえてないっすよ、この中からじゃないっすよって、えどこ、いや木の上から聞こえてますよ、うん、木の上ってでもどうやって置くねん、そんなありえへんやろ。だからヤギちゃんは、いや違う、なんか崖の方から聞こえる。でそこは神社入って、左手が社務所なんですけど、右手はもう崖みたいになってるんですよ、うん、崖の下って言っても、こんな落としたってこと意味がわからんよ。でも大学生のもう一人は、土の中地面から聞こえますよ、ね、いやもうその発想も出てこないですし、何何って言って、でみんなでおのおのの場所探すんですけど、
みんな場所違うとこ刺すんですよ。もうどこに何があるか分かんないですよ。で最後に、いや昨日上からですよってバーってみんな見上げて、そしたらその音がふって消えてることに気づいて、はい、なんなんこれ。でそのまま僕ら 2,30 分そこ待機したんですけど、それから電話のそのバイブ音聞こえることがなかったんですよ、うん、何やったんやろうな、何やったんやろうなって言いながら、まあできた動画があって、僕もそれはあのカメラマンの方が編集してるんで上がってくるまで分かんなかったんですけど、ちょっとこれ見てもらえますかってバッと上がってきたんですよ。でその動画がいわゆる僕らが携帯を探してるとこがずっと映ってるんですけど、いわゆるそのバイブ音を気にしてるってことは、僕ら耳にめちゃくちゃ気をつけてるはずなんですよ、集中してるはずなんですよ。だから音なんか聞き逃すはずないんですけど、そのキノコの上にあるんじゃないかなって言って、みんながわって集まった瞬間に、お母さんっていう女の子の声がわって入ってたんですよ。もちろん僕ら全員そんな声なんか出してませんし、そもそもあんだけ耳を澄ませてたら現場でその音聞こえてるはずなんですけど、僕らには聞こえなかった声が入ってて、でこれも人によってね聞こえ方が違うんですよ。いろんな方に聞いてもらったんですけど、助けてっていう人もいたら、うーっていう声も聞こえてたり、そのお母さんっていう声に聞こえてる人がいたり、ありがとうっていう声に聞こえる人もいたりして、なのでこれはちょっとね僕の中でもそこの、ね、なんていうか、ね、地域の話を調べても出てくる事件とかがないんで、はい、答えがわからないままですけど、確実に霊障が起こったというお話で、ちょっとその動画を見ていただいて、聞いていただいてですね、まあ、よかったらこれは何なんだとか、皆さんには何て聞こえてるんだっていうことをちょっと皆さんにも検証していただけたらなと思っているんですよね。聞く人によって聞こえ方が違うっていう、聞いたことない音声なわけですね、はい、そうなんですよね。なんでそれをちょっと、いいですかね、答えが僕も知りたいんですよ、これは。まあ、ちょっとこの本当に真っ暗な、ね、中になんですけど、軽くこのいつかごめんなさい、見させていただきます、はい、あの鳥居が見えますかね。鳥居、そのいわゆる中にあったお寺のところまで歩いていったんですけども、そこで、まあ、僕ら歩いてるんですけど、本当に女の人の声でキャーとかいう声であったり、さっきの上を見ろって時にお母さんって声が入ってるんですけど、僕らは全く反応してないんですよ。じゃあこれ今再生ボタンを押してみてもいいですか、はい、いきます、はい、僕らには聞こえてないんですよ。このバイブの音ってカメラに入ってたりするんですかね。さすがに入ってるんじゃない。怖いっすね。上や、上、絶対上、あのあっちの方。聞こえましたかね。これってここにいる誰かの声じゃないですか。ないんですよ。あのまず言葉がどうこうの前に、みたいな音確実に入ってますよね。入ってますね。で、僕いいですか。僕が聞こえた音、はい、お母さん助けてに聞こえました。あ、そうですか。出てる人じゃないんですか。出てる人じゃない。まあ出てるとしては女の人の声っていうと、もううちの中でヤギしかいないんですけど。まあ、もちろん僕ら現場にいて喋ってるのは見てないですし、その前にヤギが喋ってる声とはやっぱ全然違いますし、何より誰もリアクションしてないんですよね。ちなみに違う風に聞こえた方も、あの今今日川口、はい、あのいるんですが、川口はなんて聞こえたの。なんか最初うーの後連れてけってなんか細っけ、はあ、連れてけ、まあ、でも助けてにも聞こえなくないですよ、ね、
でこれどういったパターンがあるんでしたっけ、うん、他にはなんかねお礼に聞こえるっていうパターンであったりただ苦しんでるっていうパターンもあって、いや確かにああああっていううめき声に聞こえるんですけど言葉にも聞こえる、うん、そうですね、もう一回聞いてみてもいいですか、あもちろんはい、上や上絶対上あのあっちの方見て、ね、下をこうやって探しててこうやってこうやって聞いてみたらもうがっつり上から聞こえますね、これ何も見つからず真ん中になりましたね、何だ、もう一回言ってますか、はい、あ、鳴ってる、っていう声もあるんですよね、あるんですよ、それも全くおそこらは聞こえてないんですよね、このバイブの音ってカメラに入ってたりするんですかね、これはさすがに入ってるんじゃない、これ入ってなかったらめっちゃ怖いです、怖いっすねここ聞こえません、上が聞こえる、上や上絶対上あのあっちの方ごめんなさい、なんかさっきとちょっと違いますか、さっきはなんかお母さん助けて、はい、今回いや僕の勘違いかもしれないですけどお母さんやめて、あ僕そっちにちょっと近いんですよね、やめてに聞こえるんですけどね、お母さんやめて、上や上や関係ないですけど、その直前の、はい、上や絶対上やっていう男性の声強くて、はい、あれも怖いんですけど、僕ですよ、あれ梅木さん、あ僕の声ですよ、多分テンション上がってちょっとこう強めのこう発声になってるんですかね、はい、あれ結構怖いんですけど、そうなんですよ、 なんで僕のところで一回ビクッとしはんやろうなと思ってたんですけどえこれでもここにいるだって人でも聞こえ方が変わってますよね、はい、そうですね、で僕も1回目と2回目でちょっと聞こえ方変わってるし、はい、だからまあこの女の子なんですかね、まだこの方の中では物語が続いてるのかなというか、でも携帯のバイブ音ですよね、そうなんですよ、それ何なんですかね、だからこれが本当にまあ解けないんですけど、なんかイメージとしては例えばまあもう全くそこの集落であったかどうか分かんないですけど、例えばなんか分かんないですけど自宅に帰ってきたらお母さんがこういわゆる首を吊られてて、その部屋の中でずっとバイブ音が鳴り続けてるような僕はイメージがなんか頭に入ってきたんですよね、だから何かがあって誰かがお母さんを呼び出したけど繋がらへんぞみたいになって、でまあお父さんか何か幼稚園に迎えに行った後一緒に家に帰ってきたらお母さんはもう部屋で首をつって亡くなっていて、ただ子供がお母さんやめてなんでそんなことしてるのっていうような雰囲気が僕は頭に浮かんできたんですけど、ってなるとお母さんやめてもわかるし、はい、お母さん助けてじゃなくて、はい、お母さんを助けてという悲痛な叫びなのかもしれないなと、でその時に、はい、そのお母さんを案じてか誰かがずっとお母さんの携帯を鳴らし続けているという、はい、だったらまあ全てがまあ整合性はあるんですけど、まあそんなにね、まあ、うまくいく、ね、もちろん答えが全てあるわけじゃないのが怪談だったり、はい、まあ、こういう不思議な現象じゃないですか、はい、まあこれだからやっぱり、ね、こういう何かわからない、はい、でもこういう音が取れてしまったということで、はい、ちょっと皆さんのそうです、ね、ね、ちょっとこう見解お聞かせ願いたいですね、はい、そうですね、本当にこうちょっと自分僕の知識だけではやっぱ答えにたどり着けないっていうのもあったり、梅木さん霊感とかもあまり終わりじゃないんですね、そうですね、たまに本当にいわゆるスイッチがあったら見えたりするという、
こちなみに霊感がある方に、はい、見てもらったことあるんですか？そうですね、はい、あるんですけども、その僕が聞いた、まあ、2,3 人の方には聞かせていただいたんですけど、まあ、本当に女の子の悲痛な声っていうふうには分かるけども、泣いてる声がするとかっていうのは重なって聞こえるけども、状況まではちょっと見えないなというお話でしたね。いやでも切ない、ちょっと聞いてて辛くなってしまうような声。そうですね、声に非常に感情が乗ってるので、うん、いやーすごい、いやーこれ何なんでしょうか。はい、ちょっと不思議な答え、ね、ありがとうございます。いえいえとんでもないです、ありがとうございます。いや本当にその直前の上だ、絶対上やっていう、それ俺やねんって、だからそれはいいでしょいやあれビクンとしちゃうんですよ、怖いんすよ。上やそれ、上やあの声だそこをピックアップされたら困るんですよ、はあ、本当の声だじゃないんですよ。びっくりしました。締めの時にそんなこと言わないでいいじゃないですか一本終わって。いやいやいや、もうこうやってね楽しいお笑い芸人梅木さんなんですけどもね、はい、たくさん階段もお持ちで、まあまあ、はい、はい、YouTube チャンネルの方もね、はい、はい、精力的に上げられています、はい、概要欄の方に載せておきますので、ぜひぜひ皆さんチェックの方をよろしくお願いいたします。お願いします。まだまだお持ちなんですもんね。そうですね、はい、また次回、はい、あ、いいですか、また次回もう本当たくさん出ていただいてもいいですか。いやもちろんですよ、本当にもう全然 LINE とか教えるんで、直接も連絡してくれたらもう、はい、事務所を通して正式なルートでしっかりと連絡させていただきますので、はい、本当に今後も、ね、この変わらない距離でお願いします最後ドーンってされました。違う、その上だ、絶対上やの、怖いんですよ。なんかいやいや違う、いや、そんなこと言ってた人いないですから今までそれ、いやもうこんなサービス精神がすごいから、ついこっちもちょっとね悪ふざけしてしまってすいませんでした本当に。いやいや、とんでもないです、はい、またよろしくお願いいたします。はい、ハニートラップの梅木和人さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。全部面白ツッコミで返してくれるんですね。いや必死です。いやこんなんじゃなかったんですよ、僕予習するために YouTube ね、はい、何回か見ましたけど、こんないじってなかったんですよ。いじってないですよ。何言ってんですか、ずっとリスペクトで。あ、そうですか。いや、いじってるでしょ、僕じゃなくてお母さん呼ぶとか。お父さん、おい、なんで俺のギリギリ近くまでって、肉親まで行きます。なんかあったじゃないですか、この砂に棒倒してこうなんかこうギリギリ攻めるみたいな、はいはい、いやもう倒したら負けみたいな。僕はこの棒が梅木さんだと思ってますんで。なんでですか、こうギリギリを攻めていきたいんですよね。いやギリギリ攻めて倒れた時には俺も出れないですからその抜いてくれないと一個お願いしますよ。お願いします、本当にこの段階ですごい汗かいてるんですけど完全にバラエティの時のスイッチの入り方をさせられてますけど。はい、わかりました。では階段よろしくお願いします。無理やって、そんな無理ですよ急にその怒鳴りは階段のやつじゃない、続きましての時のやつでしょ。いや、お笑いの時のやつですよ、それ。そんな怒られると僕も思ってなかったんですけど。いや、そんな落ち込まれたら。すみません。なんか、僕どうした、こういう時はどうしろっていうカンペ出すべきですよ。ないないない。逆に。ない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 。こんなフリーでやらしたらいかんって。その、いや、ゲストこんな焦る番組ないですって。負担が大きいっていうね。申し訳ないです。なんか調べたらね、そのどうして会談されることになったんですかとか喋ってるのもあったから、いろいろ考えてこういうこと言った、でもちょっと長いかとかいっぱい考えてたんですけど、もう全部今のところ想定外っていう。外ですね。その会談がちょっと消えかかってますね、頭の喋ろうとしてた。本当に、はい、ちょっとなんかやっぱ梅木さんずっとお会いしたくて、はい、で会えたってことでちょっとなんかこっちまでかかっちゃってていやいやいや、そのかかる方向がまたねあれですけど、いや僕も変なかかり方をしましたもうね、この格好でなんだその墓石のとか思うかもしれませんけども、はい、もうすごいですこの方。いやありがとうございます。いや前回の話も、はい、震えちゃいましたね。あ、よかったです本当に。あれはすごかった。
そうです。あれはやっぱ皆さんにこう検証してね、聞いていただいてちょっと僕も答えを知りたいということなんで、はい、いやなんかね本当にこう、まあ、音声が入ってしまったんですが、はい、聞いた人によって聞こえ方が違うとか、はい、で僕なんかは聞くたびにちょっと変わって聞こえるっていう不思議な、はい、でも間違いなく音は入ってましたよね。入ってます、はい、あれ何なんだろうな。でまあ、こうやってねお話もされますし、はい、あと心霊スポットも足を運んでいまして、はい、YouTube チャンネルが、はい、そうですね、私水曜日の怪談というチャンネルでですね、まあ、あの前回の動画とかもそのロケに行って撮れてますので、ぜかよかったらぜひよろしくお願いします。ぜかいやそのだって別に編集したらあそこ切れるわけですから、拾わなくていいんですよ。いやそのこらえるような顔やめてくださいよ。このゼカぐらい言うやろ。すいません本当に。なかなかね僕がこうやってできる人あんまりいないので、またやられる方なのでちょっとこう、はい。いや周平さん振り幅が大きいですから、僕今どっちのレバー入ってるっていうのが、なんか今回はあのそういうねお笑いのレバーじゃなく始まってんのかなと思ったんですけど。レバーって何だろう。ごめんなさい、たとえでレバーでなんかその車の運転でそのバックギアとかそのドライブの車のレバーですよね。レバーみたいにそのお笑いレバーかその階段レバーか、レバーレバーって表現されるんですね。あ素晴らしいですね。いや引いてるやんか。ゼカッすいません本当にすいません。じゃもう今ちょっと話しづらいですよね。今の絶対間違えって分かってたんですけど、すいません言ってしまいました。ゼカをゼカってはっきり言った後にうって思った後なんかねまた走り出されましたんで、はい、いやいやもう分からへん。いやごめんなさい、嫌いにならないで、ね、このチャンネルの音大好きでございますけど、はい、すいません、ちょっとあの今日も、はい、またちょっとね話を話を持ってきていただいたということで、はい、そうですね、はい、ちょっとお聞かせ願いたいんですが、はいはい、今回はですねちょっとお写真をですねまた見ていただいてという感じになるかなと思うんですよ、はい、でこれねでも僕ちょっと喋るのがためらうのもあって、はいはい、ちょっと僕自身もその結構近い人間だったのでうんって悩むこともあるんですけど、まあまあそのなんていうんですかね、その方自身もねそういうこうやってなんか表に出ることとかが好きだったんで、あの喋ることで覚えてる方が喜ぶなというお話を聞いてですね、まあ、ちょっと僕も話すようになったというか、はいはい、という話なんですけども、これあの本当に東京にあるとあるマンションなんですよね、うん、でここがですね特にもともと事故物件なんていう話もなかったんですよ、うん、でそのマンションにですねあの僕の仲のいい M 君という芸人がいるんですけど、その M 君を中心に3人でこのマンションに住むってことになったんですよ。でやっぱりこう芸人3人で住むってなかなか借りられないというか、お前ら本当に芸人かもわからんしバイトしかしてないってことは払えないだろうみたいなんで、なかなか借りれないところやっと一軒見つかったと、はい、でそこファミリータイプのマンションでね、僕も何度もお邪魔してるんですよ。で入っていたら玄関があってリビングダイニングがバンとあって、で右手にトイレで、左手左奥右奥と3つ部屋があると、でまあそこにそれぞれ個室になるんで3人で住んでっていう共同生活が始まったんですよね、はい、でこれ新しくね家を借りる方なんかもね一回試してもらった方がいいのかなとは思うんですけど、こう家の中をね写真いろいろやっぱり撮った方がいいなというお話で、それは住む前にってことですか。そうですね、住んでからでは極端なのでちょっと遅くなるかもしれない、まあその後引っ越すとかいうこともできるとは思うんですけど、でそんな話をしてたんですよ僕 M 君に。そしたら M 君が実際にその家で写真を何枚か撮ったんですよね。でなんかね一緒に住んでる3人で撮ってなんか写ったらどうすんねん、いやでもなんか写ったら芸人やねんから喋れるから美味しいやん、まあまあそれもそうか、いやでも怖ない、いや大丈夫やろ霊なんかそんなんおらんやろみたいなんで、何枚か撮ってた写真の中にカシャカシャっと撮って確認してたら、何これ、えこれやばない、変なん写ってるで、え何何って言ってみんなでバッて見たら、その M 君がリビングにいていわゆる左手の部屋を背後にして1枚撮った写真の後ろに死神が写ってるって言うんですよ。え？その
なんかね、奥の部屋は電気がついてなくて手前のリビングはついてるんでちょっと影になって、まあ、影の深いところとちょっと薄いところがあって、で奥の部屋っていうのが壁が白い壁になってて、それをこの木の枠でね、こういろいろこう区切ってあるという感じの壁なんですけど、その白いはずの壁の一部分が真っ黒になってるんですよ。で真っ黒にもやがかかってて、その中に明らかに骸骨に見えるものが映ってると。でそれが撮れた時にまず僕に初めに電話が来たんですよね、はい、その M 君から梅になんか変な写真撮れたんですけど、何よ、梅になんか好きですよね、その心霊とかオカルトとか、だからこれちょっと見てもらえません、なんか死神撮れたんですよ、死神で送ってもらったら見せてもらったら確かに死神みたいなのが映ってるんですよ。ちょっと先にそれを一旦見ていただいてですね、見て大丈夫なやつですか？見て大丈夫だと思います。今までこうちょっと僕がこのね見せてって言って見た方いますけども、こういわゆるこう何かがあったということは今のところは聞いていないので、まずちょっと1枚ですね、これまあその方がねメタルが好きなんですけど、後ろに黒い、まあ、いわゆる影になってる部屋があるんですけど、そこをもうグッと寄ってもらったらグーッとやられている、はい、まあ、左の肩の上、そうですね、まあ、こちらね、襖ですか、そうですね、これが開いていて奥の暗闇も映ってますが、その暗闇のところにです、うわっ、おお、え、これ見ていいんですよね。見ていいと思います。見て大丈夫だと思います。いや確かに骸骨。完全に骸骨なんですよね。で僕はその骸骨になんか髪の毛がこうわーって白髪の白髪があって、はい、いうにもちょっと見えちゃうような、はいはい、覗き込んでますね。そうなんですよね。僕は黒いところはちょっとフードのように見えたんで、まさに死神だなという、あ、フードね、はい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 、はい、わ、これはちょっと僕はだからそれを見てしまってですね、でまあ送られてきた写真見ては確かにこれ死神っぽいなとなってですね、でまあ心配ではちょっとあるんで、なんかまあでもなんか話も知りたいんで、なんか梅に知り合いになんかいないですか霊能者の方とか、ちょっと見てもらってできませんって言うんで、あ、じゃあ全然ちょっと聞いてみるわつって僕は霊能者の方に送ったんですよね。だからまあすぐ電話かかってきて、まあ、いわゆるもうそんなとこ住むもんじゃないよみたいな電話やったんですよ、はい、大丈夫って、そこに住んでる方大丈夫、まあ今なんか大丈夫って言ってるけど、それやったらすぐそんなとこ引っ越した方がいいよって言うから、じゃあこれっていうのは死神なんですかねって言ったら、いやあくまでやけど僕はそのなんていうの、死神という考え方はないよ、仏教やからと、仏教には死神っていう考え方がないけども、これっていうのはいわゆる死者がたまたま俺は映り込んだと思うよねって、でただ問題はこの死神が映ってること自体が問題ではないよと、その死神が出てくる来るこの後ろの真っ暗のとこあるでしょ、はい、これよく考えてって、影になってるとはいえ隣の白い壁よりももっと黒いでしょこれ、うん、確かに黒いですね、これがいわゆる霊道という、まあ、霊界につながってるトンネルなのよね。で僕もいくつかそういうのを、まあ、言ったら僧侶やから見てきたけども、これ今まで見た中でも一番黒くて大きいよこれと、うん、でこの黒いっていうのはいわゆる霊界の闇のエネルギーみたいなのが出てきてるから、これに触れたら、まあ、はっきり言って人間っていうのはやっぱ弱るし、でそもそもおそらくここだけのこの大きい強い力が出てるってことは、ここはすごい数の霊が行ったり来たりするから、こんなとこで寝てたら人間ストレスでおかしくなるよみたいな、梅木さん考えてみて、その新宿のガード下とかだんだん人いっぱい歩いてるでしょ、あんなところで例えば夜寝てって落ち着けるわけないよね、そうっすね、だからすぐ引っ越すように言った方がいいよって聞いて、僕はまあもちろんそれは伝えたんですけど、まあさっきも言ってたように基本的にやっぱり霊を信じないオカルト、そんな重んじない方にとってはそういうことってあんまりにもこう力がないとか無力なもので、まあ芸人やから、まあ一緒は僕らなんかそれで何か起こったら梅にこう話してくださいよみたいな言われて、いやまあそうやけどなんか危ないみたいよ、いやなんかやばなったら言いますから、まあだって引っ越すのも金かかるんでねみたいな言いながら、結局そのまま過ごすことになるんですね、住み続けちゃったんですね、はい、でここはね他のこうなんかねライブとかでも喋ってないんですけど、後々聞いたらやっぱり途中でなんか不思議なことが結構起こってたっていうんですよね、うん、で
その一番それが映ってる部屋には A 君という方が住むことになってたんですけど、まあ、例えば夜襖があの部屋閉まっててですね、まあ、夜も12時1時ぐらいですよ、なんかでもすごい音がするんですよ、バタ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 って音がするから、まあ、でも僕ら芸人をやってるとね、ネタを撮ったりするから夜中にこうやって足音とかねさせることもあるやろうと思って、でもあまりにもその音がドド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 ドバタ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 ってうるさいんで、M 君がね、おい、ちょっとうるさいぞお前、これちょっとさすがに苦情来るから、お前その撮るんやったら昼撮ったらって言っても、ちょっとバタ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 って、いや聞こえてへんのかなみたいな、これ苦情来て引っ越すってはめんどくさいかなって、ガンガンって言ったら、おい、返事ないじゃん、バタバタバタ、まだやってんでって言って、入るでって言ってカラカラって開けたら部屋の中真っ暗なんです、真ん中に布団バッて敷いてあって A 寝てるんですよ、ほん、あの音なんなん。でも一個不可解なのが、その布団にちょうどこの20センチ30センチぐらいですかね、いっぱい足跡みたいなのがついてて、へこんでるって言うんですよ。今何か通ってたんこれ。でこれで、しかもその写真を見せた時の話があるから、いやここ本当にいろんなもんが通ってるんじゃないの、うん、ちょっとずつ怖くなり始めたんですけど、それでもこう引っ越すというまでのこう決心には至らなかった。ある日ちょうどそれお盆の頃なんですよ、はい、僕に一本電話かかってくるんですよ、その M からですよ。何や、朝の8時半ぐらいですよ、パッてかけて出たら、もしもし梅に大変なことになったんですよ、梅にもしもしって、何やねんお前朝から、いやちょ、ちょっと僕も 今急にのことなんで、ちょっとパニックで、もうとりあえず全部最初からあったこと喋っていいですかって、これ何なんて、いや僕ともう一人あの A 住んでたんですよね、でもう一人同居人もいたじゃないですか、昨日の夜、まあ、11時ぐらいまでですかね、僕部屋にいたんですよ、リビングに。でそのもう一人の後輩もいて、二人でこうバーって喋ってたけど、僕は僕で別のこう仕事があって、もう一人のやつもバイトがあったから、まあ、そろそろ行かなあかんから、まあ、A の部屋バッと閉まってて、まあ、多分いるのは分かってるから、出てくるからあと頼むね、戸締まりとか頼むでって、電気とかも頼むね、消しとってもしつかへんのやったら、何も返事がなかった、はい、まあでもいつものことやしなって、大丈夫って、いや大丈夫やとは思うんですけどねみたいな、でもなんか A さんめちゃくちゃ今日ずっと寝てはりますよみたいな、なんか体調悪いんかなみたいな、まあなんかじゃあ帰り浅いんでもなんか栄養ドリンクでも買って帰ってあげようみたいな、そんなことばっとしゃべりながら僕帰って、僕が帰ってきたんですよね。で朝僕帰ってきたら、まあもう一人の後輩がリビングにいて、いつもなら A はもうそのぐらいの朝早く起きるんでリビングにいるはずやけど、いないって、うん、で後輩に、あれ A はって言ったら、いや分かる、まだ寝てんじゃないですか、えまだ、だってあいついつも起きてんで、起こした方が良くない、なんか遅れるやろ、いやでも僕起こすの嫌っすよ、そうやったら起こしてくださいよ、え俺って、分かったっつって、おい大丈夫、お前ないの仕事、何も返事ない、昨日から寝てるけど体調悪いの、何も返事ない、開けるでこれいい、開けるで、返事ないけどカラカラカラって開けて、だからやっぱり部屋真っ暗なんですよ、うん、でところどころそのいわゆる外の光が入ってるんで、なんとなくオレンジ色に部屋が薄く浮かび上がってる、で真ん中に布団がバーンってあって膨らんでるから、あおるやん、やっぱ体調悪いんかなって、おい大丈夫大丈夫っつって、朝やで大きな赤のちゃって肩がって掴んだ瞬間、あこれ違うって思って、え肩掴んだ感触が違うって思ったんですけど、その勢いでゴロンって上向いたんですけど、血の泡吹いてなくなってたんですよ。で僕焦って警察呼んで、でいろいろ見てもらってるんですけど、おそらくこれはもう事件性はないということになって、まあ今そのね、その死因を調べる感じになってるんですけど、おそらくこれは脳の出血かなんかじゃないかなと。でまあお医者さんの方が言うには、そのちょっとやっぱり分からないうちにそのストレスを溜めてたんか、それで脳出血を起こして亡くなってしまったんですよねっていうことをおっしゃられてて、まあね、どうしてもこうオカルトとかを信じてくれない方に対して強く言うっていうのは難しいんですけど、なんかこうなる前にもっと何かできたんじゃないかなとは僕も未だに思ってるんですけど、だからせめてこうね、聞いてる皆さんも家新しく引っ越されたりとか、まあ今住んでる家もそうですけど、写真に撮ってみて、
明らかにおかしくて暗くて黒い場所があったらちょっとその部屋には住まない方がいいんじゃないかなというお話でございます。ありがとうございます。いや、まあ近しい方がね、そんな急に亡くなられてしまったというすごく切ないお話なんですけども、まあ疲れが溜まっていたりとかね、無理がたたってっていうことが原因なのかなとはね思うんですけど、やっぱり最初に聞いたそのね、僧侶の方のお話と、まあその死因になったこととかっていうのを考えるとまだまだ若いやつやったんで、なんかねやっぱりたまたまとは思えないというか、やっぱり普段からそういう会とか追ってた身としてはまあなんとかできたんじゃないかなとは僕も思うんですけど、あの前の晩にね声かけたけども返事がなかったって話じゃないですか、はいはい、じゃあもうそのあたりではもしかしたらなんですけどね、なんかこう一緒に暮らしていたがゆえにね、そうですね、何か発見が早かったらとか、はい、その不調に気づいてあげられたらとかっていうことでね思うんですけどね、多分いろんな心残り持ってしまう話だと思うんですけども、はい、まあ実際ねそれがその霊的なお話かどうか、はい、まあ別としてもね、やっぱりさっきおっしゃったように写真を撮ってみて、はい、まあちょっとこういう分かりやすいぐらいね、この犯したものが映り込むとか、はい、なんかそこで無理してなんか住むっていうことじゃなくって、そういう時にはもう早い段階で、はい、そうですね、やっぱいいのかもしれないですね。あ、なんかいわゆる病気のね早期発見なんかも言われますけど、まあ気をつけるに越したことはないと思うんで、やっぱり命ね、このように生きているっていうこと以上になんか素晴らしいこともないと思いますから、あのいろんなね霊道にまつわるお話は聞いたことあったんですけど、はい、写真を撮ってみて、はい、明らかに他よりも暗い、はい、闇が深い場所っていうのが霊道なんだっていうのが初めて聞きまして、あ、そうですか、はい、妙に納得してしまいましたね、はい、だからまあね、やっぱりこれから引っ越される時とか ね、そうですね、ちょっと写真本当いろいろ撮ってみて、はい、なんかそういう違和感、はい、うん、あればですね、これだから本当に逆に言うと霊的なことじゃなくても普段生活していく上での注意もあるんで、まあ、例えばさっきね、あの島田さんおっしゃってたみたいに、この普段一緒に暮らしてるといつものことやから返事なくてもまあ見なくていいや、確認しなくていいやとは思ってしまうんですけど、やっぱりちょっとでもおかしいなと思ったら、いやそうですよ ね、後悔ね、悔やまれますよね、悔やみますね、うん、ちょっと梅木さんも体気をつけて、はい、そうですね、はい、ね、ちょっと活動の方ね、はい、体が一番ですからね、安全が、はい、僕もその先実はその家にですね、その後ちょっと、まあ、部屋が空いたのもあって住んだんですよね、はい、1ヶ月ほど住んだんですよ。で、まあ、ちょうどその M 君が人がまあ極端なし、それでも引っ越せないもんですから、こう今までの家賃より上がってしまったらみたいなのがあって、まあ、困ってるみたいな、じゃあ僕1ヶ月ちょっと借りるというか、まあ、新しい人が見つかるまで僕住むよって言ってたんですけど、住んで2週間ぐらいでね、ちょっとまあ汚い話で血便が出て、ちなみにそのお部屋、はい、例のお部屋だったんですか。そうです、これ僕も分かんないですけど、とある日急にその住んで2週間ぐらいで腹が痛くなって、でトイレにいわゆる行っても収まらないと思ったら、いわゆるその真っ黒なのがうわっと思って病院に行ったら、そのあこれはもう胃袋から出血してるから黒いんですよと、でこれはだから今日になったんじゃなくて、おそらく前日前々日ぐらいの出血がこういう形になってるんですよみたいな話になって、それをこう M に、いややばいかもしれん、俺住む悪いけどちょっと引っ越さなあかんかもしれんって話したら、あそうなんですか、いやこれでも変な話ですけど今またちょうどお盆ですよねって言われて、もしかしたらそういう道っていうのはお盆の頃によりやっぱり強く開くのか、より人にはストレスの与えてられる空間になるのかなと思いましたね。で僧侶の方にも相談したんですけど、でまあ、お祓いはもちろんしてあげるよって言ってその部屋してもらったんですけど、やっぱりその道自体がある限りはお祓いしても結局また新しいのがずっと来るから、定期的にお祓いをし続けるしかないから、その言ったら手間とか
なんか危険性を考えるならやっぱり引っ越した方がいいよというお話ですね。梅木さんもまあね大変でしたが、それぐらいで済んでまだ良かったのかもしれないですね。いやー、本当いろんなお話お持ちですね。いえ本当に長くこういろいろ探してたりですけど、やっぱりいろんなもう多分600箇所700箇所ぐらいこう心霊スポット行ったんですけど、そういうことを知るちょっとずつ集まってくるというか、やってるうちに見えるものが増えましたね。こういったお話、はい、そして、心霊スポットにね行って不思議なね映像やものが撮れてしまったというね動画たくさん上がってます。チャンネル名が、はい、水曜日の怪談と申します。ぜひ、ね、概要欄、置いておきますので、ぜひ皆さんチェックの方をよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、もう怪談をねたくさんお持ちというすごい芸人さんです、はい、ハニートラップの梅木和人さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。いやもう前回、はい、前々回と素晴らしい、はい、いやありがとうございます。でもいろんなお話お持ちなんですね。そうですね、やっぱり取材に行くと大体こういう話僕好きだからって言って行くことが多いんですけど、やっぱりたまたま行って撮れて起こってしまう物語っていうのはやっぱ予想外のが多いの で YouTube の方もねとんでもない映像の数々が上がってますね、はい、そうですね、はい、私 その水曜日の怪談というチャンネルがございまして、そちらロケ行ってますのでぜひ見ていただけたらと。そのロケの時はこの墓石というのは被っております。ずっと被って、はい、あの初期は被ってなかったんで、はい、歴史が垣間見れるというか、ほうほうほう、こいつここから被り出したんやっていうのがあって、途中であのやっぱり外の心霊スポットのロケに行くと木の枝で首を持っていかれそうになるんですよ。ここ見えないところにガッと当たってグッてなるんで、途中一回やめてる時期があったりとかね、はいはい、歴史が、はい、その辺も皆さん楽しんでいただきたいという、楽しんでいただけたらと。聞いたらなんかすごいですね、なんかちょっとこのねやっぱり被り物も少しちょっと古くなってきたんで、はい、そうですね、ちょっと新しく変えようかっていう中で、はい、本物の御影石にしようかと思ってるらしいですね今。そうですね、そのあのやっぱりね、あのたまになんか人からこんにゃくみたいとかって言われるんで、御影石になったらなと思ってますけど、うん、ねどうでしょうね。そしたら本当にねね、いおいあるかそんなわけ首持っていかれるやろ本物の御影石にしたらやっぱ重たいってことですか。いやそういや重たいですよ、それもしやってたらね。これは布ですから大丈夫ですけど、はい、いや考えたわかるでしょ、御影石ここはめたら首折れますよ。折れますかねやっぱりね、はい、いや、はい、神妙な顔してボケるのやめてもらっていいですか。そのね、神妙な顔やからおいっていけないんですよそなんかあそうか、一番このどっちかわからないっていう困らせるパターンだったやつですねドスって受けてからあれこれ俺思ってたやつと違うと爆弾爆弾爆弾って後から焦るやつですから本当にね、本当にご迷惑をおかけしてすみませんいや思ってないでしょいや思ってるわ怖っ思ってるわ。なんで今日の収録一番の声がここで出んねん怖っはあびっくりしたというわけで空気もね怪談らしくなってきました。では怪談お願いいたします。なってないやろなってないですよね今非常に場が荒れております一回あのトンボかけさせていただきますね。いやかけてほしいわ、はい、すいません、ちょっと一回フラットにフラットにしてね、はい、フラットに戻しましょう、はい、梅木さんね本当たくさんいろんな話ある中で、はい、今回は、はい、体験談とかですか。そうですね、今回もちょっと体験談ですね。でちょっと皆さんにも見ていただきたいものがあるというか、答えがわからないものがあるっていうのをみんなに見ていただきたいんで、今回もそういうものをちょっと用意 しました。これもねわからないんです。僕正直なんですけど、その幽霊をなんでこんなに探索するかっていうと、こう死ぬのが怖いんですよ、うん、死んでこう無になるのが怖いというか、こう今あるこの五感とかとにかく記憶がゼロになるのが怖くて、幽霊をこう探してあったら、幽霊っていわゆる死んでる状態、悲しい状態と言われますけど、五感があったり悲しいっていう感覚があるわけで、それって僕にとってはむしろ幸せなことだなと思うんですよね。でいろんなとこ探訪してるんですけど、その成仏したらどうなるかとか、してしまうと今度感覚がなくなるんじゃないかなって思うと、僕が霊になったら成仏しないのかなとか考えてたら、ちょっと1個撮れた動画がありまして、その動画を見ると
何でしょうね、こう霊体っていうのはこのやっぱ成仏従ってるのか、どれが幸せなんだろうなっていうのをもう一度ちょっと考えさせられたというか。どういうことなんですか。それ動画見たら何か分かるわけですか。そうですね、これあの僕が伺った場所がですね、はい、とあるあの廃火葬場なんですよ。ああ火葬場、はい、今は使われていない、もう今は使われてないというところでして、でこうなんでしょうね、僕そこには何度かお邪魔してるんですよね、うん、例えば一回行ったところはその廃火葬場のもともとのこの入り口の前で階段をしゃべって、で帰ろうとしてこう動画確認したら、その階段をしゃべってる部分だけが動画に入ってないみたいなことがあったり、でこれ入ってない、消えてるってことはあの霊が喋るなって言ってんのかな、はあはあ、みたいに思って、じゃあアップするのをやめようよこれって言った瞬間その動画戻ってきたりして、あだここやっぱりなんか言うなみたいなことを考えながら、また別の時に行った時なんですけど、その時はですね僕と、まあ霊感はないんですけどアシスタントの女性の方で、まあ僧侶藤井法師という方がいらっしゃってですね、その僧侶の方と、あともう一人その番組というかその企画のプロデューサーの男性と行ったんですよね。でまあ入る前からね、やっぱり入り口はねそんなに怖くはないんですけど、なんか奥の方はやっぱちょっと奇妙な雰囲気があるなという場所で、でその火葬場自体がですね、なんて言ったらいいんですかね、ちょっとしたこう崖の下にある感じで、その火葬場の奥は、まあ、岩肌というか、ところどころ木が生えた岩肌が見えてて、まあ、建物にしたら3階4階建てぐらいの高さのこう、まあ、こう絶壁みたいになってるんですよね、うん、で行ったのがね結構その時は早い時間で、夕方のね本当3時4時ぐらいの時間にお邪魔したんですよね、はい、で、まあ、そこの中をちょっと撮影させてもらいながらこういろいろ調べてたんですけど、裏側の道みたいなのがあって、でもそこ着いた瞬間うわっと思ったのが、はい、骨壺とかがそのまま置いてあるんですよ、これそのいわゆるちゃんとこう閉まってない閉じてないというか、はいはいはい、まだこういうの置いてたらいかんのじゃないかなと思いながら、で僧侶の方もいやこういうのは良くないですね、ちゃんと後であの供養しましょうねみたいな、いやお願いしますねって、で後ろのドアから僕らは入っていったんです。その後ろのドアね、まあ、鉄の重い扉ですよ、ギーッって開くんですけど、開いたらまあ本当に火葬場、あの人をいわゆるご遺体を焼く窯の裏なんですよね。真っ黒になってるんですよ、まあ、そのすすで。で夕方に行ったんですけども、建物の中っていうのはライトもないですし、まあなんで火か分かんないですけど光が入りにくいのが結構暗かったんです。でまたそこを懐中電灯でバーって照らしていくんですよ。でこうね、ああいう炉の後ろっていうと何ともこう油なのかべっとりと張り付いた黒いのがところどころあって、これなんだろうな、で見てたらね、これは分かんないですよ、人かも分かんないですけど、手形みたいなのポッポってついてるんですよ。いやでもこれは人かもしれへんし、その霊的なもんかは分からへんからな、いやでもこれ見るだけでも怖いなって思いながら、こうそのままもう一個扉がある表側に行こうとしたんですよ。まあいわゆる灰の、あの炉の裏ですから真っ暗、みんなが普段見ないとこなんですけど、まあその扉を1枚越えるとこう、ね、お葬式に参列された方は見るいわゆる釜の表側に出るっていう扉があって、で僕で後ろにそのアシスタントの女性僧侶のお坊さんがこう並んでっていうことで、僕はそのドアに手をかけてグーッと開けた瞬間、バンバンって大きい音聞こえたんですよ、はい、いわゆるラッポンみたいなパチンじゃなくて、この鉄槌で鉄の扉を叩くようなバンバンって音が聞こえて、うってみんなビクッとしたんですよ。今聞こえましたよね、いやすごい音でしたよこれ、何の音って。で僕試しにその自分の手でまた壁をバンって叩くんですけど、いわゆるそこの壁っていうのは壁自体はコンクリートでドアも鉄なんですけど、僕の力で叩いてもこうペチッペチッとしかならないんですよ。相当な力で叩かないとあんな音ならへんよって、えって思ってみて、でもとてもそんな音が鳴るものないんですよ、ってで一人そのさっき言ったプロデューサーの方、一応外で待っててくれるって言ったんで確認してバッて見ても、いわゆるそのなんか鳴ったよ、そこで何かがぶつかったよみたいな反応もなく、何にも気づかなくボーっとしてると、うん、これじゃあ僕らにしか聞こえてないぞ、でもここまで入った以上はもうちょっと先もしっかり見たいなと思いながら、しょうがなくそのもう一個の扉をぐーっと開けて入っていったんです。その部屋はねさっきの部屋と違って全体的に白くて、
まだ綺麗な状態なんですよ。でなぜそういう状態のままなのか分かんないですけど、いわゆる棺が乗せる台みたいなのがそのまま1台バンと置いてあって、うん、でそのまま左を見ると釜の表側ですよ。その鉄の扉みたいなのがバンと閉まってると、わそのまま残ってるでと。で僕はバーってそのまま前に歩いていったんですよ。で後ろからアシスタントの方お坊さんってついてきてたら、またバンバンってなって、えっと思って、またなったよと。でさっきは後ろというか右側の壁から聞こえてたけども、今度は違う方から聞こえたんですよね、はい、その音確か左やったよなって僕ずーっと言って、左を見たらその釜の炉の表側の扉が目についたんですよ。え、あそこから聞こえたんじゃないと思ってぐっと見た瞬間、またバンバン、中からはっきりと聞こえたんですよ。中、中からこれなんか聞こえた、これ中におると思った瞬間、これは危ないですってお坊さんが言って、え、でここはなぜか分かんないんですよ。僕がいるのにもお坊さんさっきその建物から出て行ったんですよ。危ないって言いながら出て、いや僕らを守ってくれないのって思いながらも、バッと出ていくぐらい多分危険やったんですよ。でアシスタントの人もそれ見てわーって言って出て行きはって、俺一人になったんですよ、うん、でまあ撮ってますからバッと走っていきたいんですけど、答えを僕はどうしても知りたいんで、釜の前まで行ってその釜の扉をぐーって開けたんですよ。勇気ありますね。みたいにどうしても答えが知りたいんでグッと開けたら、僕ねカメラをこうやって撮ってるんで、まあ言ったら左半分の目は画面ちょっと映ってるんですよ、はい、で自分の目では釜が直接見えてるんですよ。バッと開けたらここの釜何にも映ってないんですけど、カメラにだけ白いもやが釜からブワーって出てるのが映ってるんですよ。えっ、ー、と思って、なんで実際には映ってないのになんでこっちにあいんのと。でもそれ開けた瞬間に何かが出てきたってことは、やっぱりなんか分かんないですけど閉じ込められてる何者かがいて出して欲しかったんかなと思って、で僕はそれ取れたと思ったんでバッて走っていったんですよね。で走って出て、でいやなんで外出てるんですか、勝手にそんな僕置いていかれたら困りますよみたいな、いやあのこんな危ない場所だと思わなかったから、今朝を着てなかったんで、あれって防具になるから今朝を僕らは着てるんですけど、それを着てなかったんでみたいな、いやそもそもなんでそんな舐めた格好で着てた大丈夫となんで思ったんやって思いながら、もういやとりあえず今外で着替えて着てきたんでもう大丈夫です、一回供養だけしておきましょうって言って、でその後また供養してもらうんですよ。で僕らはその廃火葬場の外に出たところでこう手を合わせて、でアシスタントの女性も手を合わせるんですよ。でそれに向かって、僧侶の方がお経を唱えながら、いわゆるこう火打ち石みたいなんでこうね、こう浄化をしながらお経を唱えてるのをこう横からもう一人のそのプロデューサーがカメラで撮ってるんですけど、僕らが並んでこうやって僧侶の方がそこでこうね念仏をこう唱えてる真上に太陽みたいな光の玉がうわーって動いて通り過ぎるんですよ。え？さっきね僕その夕方とは言ったんで太陽かなとかって考えるんですけど、そこってさっき言ってんですけど崖の下にあるんで太陽の光なんか入ってこないんですよ。そこに見たこともない大きい光の玉がうわーって横切っていくんですよ。僕はそのさっき見たあの炉を開けた時の自分の感覚と合わせると、そこに溜まっていた霊の方々が抜け出してそのまあお経によって供養されたことによってこう成仏されていったんじゃないかなという映像だったんですよね。だから僕自身そのね死ぬのは嫌だな、無になるのは嫌だなとは思うんですけど、だからこの世に残っていたいなっていう多分自爆霊になるタイプじゃないかなとは思うんですけど、なんかその光のパーっていうとてもこうなんかあったかくて神々しい光やったんで、やっぱり霊になったら皆さん成仏を求められてるのかなと感じさせられる映像でして、でそれも今回ちょっと見ていただきたいなと。だこれはむしろちょっと怖いというよりも何とも不思議なあったかい光に感じるんですよ。あ、そうですか。それをちょっと動画ですか。動画ですね。 ありがとうございます。いえいえ。これはじゃあその最後の太陽のような光が移動していくという、はい、このいいですかね、ここのこうお経を
唱えてる僧侶の方がいるんですけど、そこの画面の上部にですね、もう完全に光なんか入ってないんですよ。え、何今の一瞬なんですけど、ちょっとあの巻き戻してみてもいいですか。はい、もちろんです。お祓いをされていて手を合わせてますよね、はい、後ろで2人が、はい、明らかにスーッと行きますよね。そうなんですよね。うわこれなんかいろいろ考えて、でも光がどう明らかに後ろと比べても入ってないので、太陽の光でもないですし、例えば指が映り込んだとかっていうふうに考えると、カメラの上から指がなかなか入るのもないですし、他にも指がね映り込んでしまったこととか今までありますけど、こんな光ってる感じにはならないんですよね。なんか本当に光が本当にまばゆいというか。そうなんですよね。でも光源がとてもある場所ではないので、これはちょっと不思議な。確かに、ね、これ見て怖いっていうふうに思う方いなさそうですよね、はい、そうなんですよね。ちょっと暖かく感じるような光というか、ブワーッと移動してきますね、はい、なんでこういうのを見ると、まあ、成仏したい気持ちとかもあるのかなとも思うんですけど、なんかその幽霊になったからといってこう悲しいことばかりじゃないというか、うん、なんか霊体は霊体でもしかしたらこう人と同じようにいろんなこう感情で生きてんのかなと思う、なんか嫌な気持ちにならないその映像だなと、うん、でもあのこれちょっと振り返りますとね、はい、そのバンバンって音がしてたわけじゃないですか、はい、でそれがどうやらその窯の中から聞こえていたんじゃないか、はい、でそれで勇気を出してガッと開けたわけですよね、はい、その瞬間ふわーって出ていった、はい、閉じ込められてしまっていて、なるほどです、はい、ってことですよね、だと思うんですよね。でその後、まあ、お坊さんが来てくださってお経をあげてるから、はい、まあ、そのずっとそこで無念の思いで外に出たかったっていうところ、そのね、はい、霊がファーッと上に上がってきたっていう、まあそういうストーリーってすごく見えるじゃないですか、はい、ただやっぱりそのファッとこう行くところを見ると、これが成仏した瞬間を映した、はい、とても貴重な映像だとすると、はい、やっぱりいろんな思い抱えてる方多いと思いますけど、やっぱり成仏してほしいってやっぱ思いますね。それぐらいの神々しい光です、ね、まあ、そうですね、綺麗だなと見えたので、まあ、だからそうなるとやっぱりその逆に閉じ込められている時っていうのは辛かったんですが、なぜ出れないかっていうのがねまだちょっとわからなくはありますが、でもそこ勇気振り絞って開けたことによってっていうね、はい、でも僕はもしかしたらやっぱりそれ呼ばれてたのかなと思うんですよね、そのここにいるよ開けてくれよってなった時にだいわゆるどうしてもラップ音であるとか何か叩く音って怖いっていうふうに思うんですけど、それだけじゃなくてやっぱり霊体幽霊からするとその助けを求めてる声なのかなっていうふうに思うと、なんかまあねこうやっていろんなとこに行ってこうね霊現象とこう対峙する以上、なんかただ怖いだけじゃやっぱりダメだなというか、できれば霊の気持ちをこう受け取ってあげれたらなとは思いましたね。これまあその最初ね骨壺なんかが外に野ざらしにされてしまっているって、はい、まあね、その自分がもしその立場だったらすごく嫌だと思うんですが、そうですね、まあ、そういうしっかりと供養なんかができていないまま閉じられてしまった場所がゆえに、はいはい、そういう中に残ったまましっかりお経も供養もされないままだったっていう、はい、ことによって引き起こされてしまった現象なのかもなとは思うんですけどね。いやまた本当に今回も全く経路の違う、はい、で非常に興味深い、そうですね、ちょっとありがとうございました。いやいやありがとうございます。いやなんかこの3回見るだけでも、はい、その梅木さんっていう人の、まあ、このオカルトとか怪談に対してのこの懐の深さ、はい、もういろんななんかもうお話がたくさんあるんだなってすごくよく分かりました、はい、いやいやありがとうございます。そういったものがですね、はい、YouTube チャンネルやられていまして、はい、はい、たくさん載ってますのでね、皆さんぜひね、面白いと思いますのでチェックの方よろしくお願いいたしま す。チャンネル名が、水曜日の怪談と申します。これ水曜日しかアップしてないってことなんですか。基本的には水曜日毎週上げてたんですけど、最近ちょっと毎日ショート動画とかもね上がってたりするんで、はい、
基本的には水曜日と思っていただいたらいいんですけども、チェックはしていただいて、はい、ぜひぜひよろしくお願いいたします。お願いします。いや、ありがとうございました。ありがとうございました。ゲスト、ハニートラップ梅木和人さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。